時刻は18時30分になりました。この番組は時の番人のストレスフリーライフの時間です。本日も高敷香織が MC を務めさせていただきます。またこの番組は宜野湾のヒルズ通り FM 宜野湾の海の見える素敵なスタジオからお送りしております。あかりさん、こんにちは。こんにちは。1週間ぶりですね。1週間ぶりですね。はい。そういえば私最近のニュースで一番気になってることがあったんですけど、はい、何ですか？そう、なんかコストコをオープンしたじゃないですか。それでなんかこのコストコオープン待ちで前日の夕方4時から並び始めてる人がいるっていうのを聞いて見た見たニュース。もう私こんな映像昭和でしか見たことないかもって思って、なのでなんかちょうど香織さんとの番組は時間の使い方とか、うん、自分にとって最大のなんか価値のある時間の使い方を探していくようなコンセプトだと思ったので、うん、はてこの並んでる人たちはなんかどういった気持ちで並んでるんだろうというか、うん、ここまでの思いをして入りたい場所なのかなとかいろいろ考えちゃって、どう思いますか、あの長蛇の列って。確かに、うん、あれ結局なんかテーマパークの感じだよね、うん、ね。あ、確かに、うんうん、初めて沖縄に来たコストコってどうよっていう。あ、なんかよくテレビでね、うんうん、コストコの特集とかするじゃない、うんうん、なんか冷凍食品がいいとかパンとかがいいとか、はいはい、大きなぬいぐるみがあるとか、うん、やっぱりなんか一般的に流れてるようなだけど沖縄に初上陸っていうのを早く体験して喋りたいっていう感情が人間にあるんじゃないかなと。なるほどなるほど。喋りたいってところがポイントな感じしますよね、うん、なんかアウトプットできなかったらあそこまで並ばなさそうですよね。と思う、うん、行ったよっていうこの行ったよの一言を、うんうん、はい、言いたいがために、うんうん、まあ、ちょっと違うかもしれないけどね、やっぱりいろんな、うんうん、ね、もう美味しいものから、ね、うんうん、いい商品がたくさん並んでるわけだよね、うん、コストコってやっぱ有名だし、確かに確かに、ね、その商品をやっぱ手に入れるっていう目的、あ、それにオープンしたばっかりっていう付加価値になるんですかね、うん、そうだと思う。なるほど、うん、いやなんかコストコで気になってる商品とかなんかありました？私スイーツとか、あー、なんかすごい大きいんですよね、うん、見た見た、うん、なんかでも私あんなの食べきれますかって思ったんだけど、どうですか？ね、うちはね、うん、恐ろしくらい食べる大きな子供たちが3人いまして。あ、そっか、はい、じゃあ大丈夫ですね。ねえ、ちょうど今長男帰ってきてて、はいはいはい、うん、あ、そうか、県外に進学されてたんですか？そう、県外に進学されてて今夏休みで帰ってきてるんですけど、はい、そう、今毎日冷蔵庫かけながら、うん、なんかないなんかないわー、なんかもうお願いだから、もうお母さんとしてはいつでも食べれるように、うんうん、結構いろいろ補充して置いてるつもりなんだけど、はいはい、なんか気がつくともうあれもうないもうないって感じで、うんうん、夜中から起きて食べたりとかしてわー、すごいですね。やっぱ食べ盛りの子供が3人もいるとすごいよ。もう一層なんかコストコのスイーツはショベルで、うん、なんかスコップで食べてもいいんじゃないかなって私思っちゃいました。ねえ、お肉系とかもやっぱり安い、うん、安いっていうか質のいいものが安い。あ、そうなんだって、うん、聞くので、ちょっと本当にまだ行ってないんですよ。さすがに渋滞はちょっときついなと思って、うん、確かに。だって渋滞にはまって3時間とか普通に行ったんですよね、うん、付近に住んでる人がかわいそうだなって。そう思う、うん、自分の家にたどり着けないって。もうやだもうなんか特別ルートを用意してあげてほしいですよね。確かに辺の方は大変だろうね、うん、でなんか香織さんは家の近所になんか商業施設ができて渋滞にはまるとかそういう経験ありますか？あります。嘘、そうなんですか？ナハリ、はいはいはい、 あるじゃない、はいはいはい、うち歩いて、うん、7、8分ぐらいの距離できるんですよ。あ、なるほど。でもあの辺り、うん、もう花火が終わった時間、うんうん、大渋滞する。うわ、分かりますよ。もう私は妹がと、まだ高校生で、なので帰りお姉ちゃん迎えに来てってことで那覇ハーリーの会場に、うん、もう絶対に渋滞してる時間帯に迎えに行ったんですけど、
全然帰れないですね、あれ。全然帰れないですよ、うん、もうだから基本は歩いて見に行くんですけど、あ、うん、あの車で出ないけど、たまたま2、3年ぐらい前に、うんうん、2、3年くらいじゃない、コロナの前だからもっと前だ、うんうん、にどうしても出かけないといけなくって、うんうん、帰ろうと思って、ちょうどその時間に当たっちゃったわけ、うん、あ、もう帰るのに2時間かかった。うわ、もう本当何のためになんかこんな土日の大事な夜の時間をなんで渋滞にはまらなきゃいけないんだって思いますよね。確かにね、うん、やっぱり住んでる方はね、自分の生活のね、うん、あのこの移動時間だから、うん、それを取られるのはもしかしたら大変かもしれないね。ね、なんか補助金とか出てくれないかなって思うけど、ね、そう、あ、いい考えね、あかりさんすごい、ね、あ、本当ですか、うん、ちょっとお金に目がないやつみたいですけど、うんうん、あ、でも香里さんはこう話題のお店に並んだことってありますか？話題のお店に並んだことあります、うん、おお、どんくらい待ちました？あ、でも、うん、県外に行った時に、はいはい、あの、うん、話題のお店っていうかやっぱアトラクションみたいな、うんうんうん、あのチームラボって言って、あの、聞いたことある、何です、プロジェクションマッピングのビルが、はいはいはい、あ、東京にあって、うん、そうそう、そこに並んだりとか。そうでしたか、はいはい、それってお子さんと一緒に行きました、うん、なんかプロジェクションマッピングって私あんまりこう首里城にこう映されてるものとかしか、うん、なんていうか野外のイメージが強いんですけど、うん、室内でどんなものが映し出されて、ね、どんな遊び方するんですか？ちょっと鏡とか使っていて、うんうん、本当になんかもう異次元の世界っていうか、夢の中にいるような世界で、光と光でもうキラキラしてるんですよ、うん、でいろんなお部屋があって、うんうん、もう大きな本当に倉庫のようなところで、うんうん、もういろいろなお部屋っていうか、うんうん、そこにもうコンセプトがそれぞれあって、全く違うプロジェクションマッピングの世界が広がってるっていうか、うん、もうあれは一日いても飽きない。そうでしたか。なんかこれってどうやって知るきっかけがあったんですか？たまたま宣伝してたからかもしれない。ちょっと、うんうん、見て、あ、行きたいと思った時にちょうど、うん、行く機会があって、うんうん、一番最初に行ったの出張だったんですよ、はいはい、会社の人と一緒に行ったんですけどね、はいはい、うん、行ってきたよって言って子供たちに行ったから、なんで自分たちは一緒に行けないのみたいな。あ、そうかそうかそうそう、じゃあまたもう一回行こうかみたいな、うん、うん、そんなことだったんですけどね。やっぱりなんだろう、うん、興味があるものを、うんうん、テレビでとかいろいろな、ね、宣伝とかネットで見たりすると、うん、行きたいっていう感情が多分、うんうん、動かすんでしょうね。あ、確かに、ね、そうですね。また目に入る回数とかも関わりがありそうなんですかね。うーん、どうかな、うん、なんかやっぱりこの刺激じゃない、自分が感じた刺激かもしれない。うんうん、うんうん、やっぱりなんかインタビューされてたり、こうどんな内容なのかが分かるようなこの特集が組まれてたら興味持ちますよね、うん、ちなみにチームラボは期間限定とかそういう感じなんですか？あ、期間限定でしたよ。でもちょっと長い期間、はいはいはい、でまた今はまた別の場所に移ってやってるはずなんですよ。あ、じゃあいろんな県を巡回する形なんですかね、うん、そうそうそう、なんかすごく良かった。やっぱこう限定ものだから余計気になることもあるんでしょうかね、うん、だってコストコもなんか今ならなんか沖縄でこう見たって、あ、コストコに行ったっていう少数派になれるみたいな、なんかこうなんていうんですかね、付加価値的なところがつくから行く人が多いと思いましたけど、うんうんうん、ね、やっぱ限定ものってのがキーワードっぽいですね。キーワードかも。しかも今ね、うん、オープン記念で、うん、なんかいろいろ安いらしいですよ。あ、そうなんだ、うん、うわ、そっかそっか、そういうところもね、うん、確かにサーモンとか美味しいって聞きますよね。いいな、ね、なんか食べる話ばっかり確かにでもやっぱり食べてる時間が幸せですか？幸せ、私も、うん、特になんか甘いもの、あ、わかります、うん、大好き。もう朝からこれしか食べれない気分みたいなってあるじゃないですか、うん、私は最近もう今日は絶対にピザを食べるっていう決めてた日があって、うん、でちょうど FM ギノワンのビル3階にプライムっていうカフェ&バーがあるんですけど、うん、そこ結構リーズナブルで質量があって結構美味しくて。あ、知らなかった。そう、パスタがめっちゃでかくて美味しいですよ、うん、じゃあ今度行く。あ、ぜひぜひもう行ってください。もうなんかちびちゃんたち、あ、まあちびちゃんではないか、お子さんたち連れて行って満足できる
料理だと思いますよ。そうなの、はい、ありがとう。なんかなかなかね、この結構食べる情報って私、うんうん、すごいぐらいあのメモとか記録したりして残しとくんですよ、うんうん、このマップ Google マップにピンがいっぱい刺さってる感じ。あ、なるほど、わかります。友達がそうかもしれない、うん、ねえ、うん、はい。なんかね、このなんかワクワクする話って、うん、なんかやっぱり感情がさっきね動くからそこに行きたいとか思うって話したじゃない、うんうん、で今日ちょっと思うことがあって、うんうん、なんかあのあかりさんって時間の重さ、うん、はいはい、うん、重さって感じることってあります？時間の重さですか、うん、でも重さって面白いです ね、うん、ね、なんか測れるものじゃない、質量がないもの だから。時間って見えないじゃない、うんうん、ね、触ることもできないですからね、うん、でも私が時間重いなって感じるのは、なんか気まずい人との沈黙とかはちょっと重く感じるかも。確かに、あ、時間っていうか空気も重く感じますね。確かに、あらゆるものが重力を持ってるような気がします、うん、そうね、はい、なんかね、この重さって、うんうん、時間の重さって普通は、うん、あの感じないはずなのに、うん、その時間が重たく感じるときって、うん、なんか、あ、重く感じるなとか軽く感じたとかっていうのをついつい言葉にするときって、うんうん、確かに、うん、感情とかこの気持ちの問題じゃないかなと思っていて、はいはいはい、うん、なんかあのさっきみたいな空気が重いって、うん、あ、そうだそうだって、うん、あ、それに時間進むのが遅く感じるとかは思いに含まれるんですかね、うん、あ、どうかな、うん、それはこのその場の環境だったりとか、やっていることで重いって感じるとか、うん、あ、なんか長さがすごく感じるとかじゃないかな、はいはい、うん、なるほど。なんか時間が重く感じるって結構ネガティブなイメージに私は思えちゃいますけど、そこはどうなんですかね、うん、そうね、あの私も結構そんな感じがする、うん、重いとか意外と軽かったとかっていうのって明らかになんか表現が違ってくるじゃない。重いのはもう自分の決断しないといけないかった時とか、あ、うんうんうん、うわ嫌ですね、うん、あ、もうこれやらないといけないとか、うんうん、とかもやっぱり一番テスト期間とかじゃない、学生の時だったら、うん、そうですね、試験前とかね、うん、またプレッシャーを感じるというのも時間が重たく感じるっていうことと結びついてるんですかね、うん、そうかもしれない。やっぱりその人にのやっぱりあの気持ちに負荷がかかってるっていうか、うん、ね、なんかちょっと圧がかかっている状態が多分重たくなるっていうか、はいはい、あのでもそれってやりたいことだったら、うん、まあちょっと辛いなとか、うん、ちょっとな、ね、あの苦しいなっていう感情があっても、うん、その先に例えば試験だったら合格したらその先はもっと違うものが見えるとか ね、うん、ね、でまあ挑戦したいことが、うん、お店オープンしたいとかっていう人がお店オープンできるとその準備までは結構大変かもしれないけど、うん、そこ乗り越えるとワクワクが待ってるとかっていう、この取り組んでる過程の気持ちの差かなって気はします、うん、あ、なるほど、うん、なんか時間が重たく感じるとか心に負荷がかかってる時間って、うん、なんかこうその先にワクワクがあったとしてもこのワクワクへの確証がないとか、なんか未知のワクワクだからひたすらこう耐える時間が長く感じちゃうみたいなとこありますよね。そういうのもあるかもしれない、うん、ね、やっぱりさっきの並んでる時間っていうのも、はい、その方たちにとってはワクワクでたまらないと思うんですよ。あ、確かに、ね、5時間とかね、うん、前の日から並んでどうよとか思うけどでももしかしたらそのワクワクを楽しんでるかもしれないから、うん、はいはい、あのそんな時間を消費してるっていうようなことではもしかしたらない、うん、確かにそうですね、うん、そう思うとこの時間を質量で表すときって、うん、コストコ入店まで3時間待ってるってなんか大きい時間は長いからこのその分重たいのではないかって私は思っちゃったけど、うん、でもそうじゃないんですよね。なんかこの待ち時間さえ思い出というふうに捉えたら、うん、こうね、心に負荷がかかってない状態、あまり少ない状態だから、うん、こうそんなに重いものではないというか、短時間でもすごい緊張する仕事の時とかってなんかもうトラウマ級になんかその時間が鮮明に自分に残るじゃないですか。そうかもね、うんうん、あれの方がなんかこう短くてもこう
重い時間みたいな風になるんですかね。そうかも。やっぱりあもうすぐド緊張してる、ね、ド緊張ありますよね。震えませんか。あるある、うん、もうやっぱ そういうところがやっぱりね、うん、さっきの話になるんだけど、うん、やっぱりこの時間の長さっていうよりも、うん、かかった時間っていうよりもやっぱりその人の感情、うん、で結構並んで大変だったって笑いながら言うじゃない皆さん、うん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 、意外とね、はい、そのワクワクした時間体験した時間を終えると、うん、もう3時間も並んでさ大変だったんだよっていう言いながらも、うん、なんかニコニコしてる人たちは、ね、もう明らかに楽しんでるんだなってわかるから、うん、確かにそうですね、うん、もうでもな家族で並んでる人とかいたじゃないですかなんかそれぞれでちょっとなんか感じてる重さが違いそうですね。そしたらなんかそれも面白いですね。面白いよ、うん、なんかねたまたまあのフェイスブックで、うん、コストコなんか5時間待ちみたいな、はい、初日5時間待ちって投稿してる人がいて、うん、でなんかどういうことみたいな、うんうん、そしたらミッキーマウスでもいるのみたいなって返返信してる人がいて、うんうん、もうそれぐらいねなんかテーマパークみたいな、うん、そうですね、でもなんかこう質量と、うん、あ時間に質量があるとすればそれは感情だっていうところで、うん、この時間重いか軽いかがあると思うんですけど、やっぱりじゃあ時間が軽く感じることを目指した方がいいんでしょうかね。そうね、やっぱり、うん、あのストレスがないように、あ、はい、捉えるっていうことの方が、うん、まあ、私としてはあの、まあ、アドバイスっていうね、うん、まあ、ちょっと私の考え方うんうん、皆さんに正しいとは思わないけれども、うん、あの向き合い方かなと。あ、向き合い方ですね。なんかこう時間、あ、心に負荷がかからない時間をなんか過ごそうと心がけすぎて無駄なことしかというか、うん、なんかあのひなんというか心に負荷がかからないことというとなんかストレスフリーすぎることだと思うんですけど、うん、テレビを見たりリラックスタイムを長く設けてしまうことも時間は軽い手はあるけどなんかあんまり好ましくないような気もしますよね。そうね、うん、まあ、やっぱりメリハリかな。あ、メリハリ、オンオフをしなんかねあの、うん、やるときはやってでもうダラッとするときはダラッとするみたいなところを、うんうん、あの私はもう本当に力が抜けるぐらいダラッとするのって絶対必要だと思うわけ、うんうん、なるほど。そう思うと平日と土日ってあのなんていうんです、心の切り替えしやすくていいですね。そうね、うん、曜日で切り替えるっていうの分かりやすいかもしれない。分かりやすいですよね、うん、いや私はちょっとシフトなのであのまあ言いつつ、まあ、そこまで差はないんですけど、かおりさんはなんかこう自分の中で重いと感じる時間があったからこういう気づきがあったんですか。そうね、重いと感じる時間ありましたよ。うん、やっぱりあのどうしてもね会社勤めはね、うん、あのいろいろなしがらみって言っちゃうけどなんか板挟みに合う場面が多そうですよね。そうね、うん、なんかまあ、その職場の環境だったりとか、うん、その会社がずっとやってきたことっていうのを、うん、あの違うって反論するのは、うん、まあいいかどうかは別としても、うん、やっぱり なんだろうこのいろんな感情って生まれるじゃない、うんうんうん、その感情が、まあ、あの どうやってなんか、ね、対処するっておかしい なんだろうこの受け入れ自分でどう受け止めて、うん、もう流していくかっていう。あ、なるほど、うん、流していくっていうのがポイントですね、うん、なんか流せないからこう心に残り続けてしまうとかしこりみたいな時間が、うん、なんか心に溜まっちゃう時がありますよね。ある、うん、なんか私今の話で思い出したんですけど、この最近小学生の妹と一緒にインサイドヘッドっていう映画を見に行って、うん、であれは感情たちがキャラクターとなってそうそう物語が展開するんですが、うん、ちょうど思春期の女の子の感情たちのお話で、うん、でなんかあの喜びがこう幼い時代はこう主導権を握ってたんですけど、だんだんこの心配っていう感情が主導権を握り始めて、人生のこの子の人格の、うんうん、でそこからこうだいぶこの環境が変化していくんですけど、そうなんかこうやっぱり
自分がこう持ちやすい感情ってあると思うんですけど、うん、それによっても時間の重さとかなんか左右されそうですね。あ、なるほどね。確かに今ね、うん、喜びってキャラクターとか心配ってキャラクターがいるんだよね、うんうん、映画の中にね。そうそう、うん、まあ、ちょっと見てないんですけど、うん、なんか予告編みたいなの見て、うん、あ、面白いな、ちょっと見てみたいと思ったんだけど、うん、もうね、あかりさんが言うように多分そうかも。あの、ただ心配することがダメとかじゃなくて、うんうん、ね、心配症とかってよく言うけど、でもその人たちは慎重、うん、あ、慎重、うん、取り組むことに対してやっぱり一つ一つちゃんと丁寧に考えているから、うん、あの、これ大丈夫かなとかっていうのを心配してるっていう、うん、か、心配っていう言葉を言うとちょっとなんかネガティブだけど、うん、慎重っていうとなんかいいように聞こえない。確かにそうですね言い換えって大事ですね、うん、それで見る角度が変わりそうですね。変わりそう、うん、だからあの、ね、多分そういうことだと思う、うん、いろんなことで、うん、これって人から言うとネガティブね、感情だよねって思われてても、うん、いや、もうちょっといい言い方をすると、うん、いや、彼女は本当に丁寧に何でもやってるとか、時間かかってもやっぱり、うん、あのミスはないとか、うん、ね、そういうような見方をしてあげると、だからいいところをやっぱ数えてあげた方がいいかなと思います。確かに確かに、うんうん、そうですね。いや、なんかこう時間の重さってこう心が決めるところもあるってことなんですかね。うん、そうね、うんうん、結構比重大きいかも。やっぱり心と、うんうん、ね、あの感情とか心とか、うんうん、時間にやっぱりつながってるかな、うんうん、はい、なるほどです、うん、お時間が残りあと5分少々となりましたが、はい、本日のまとめに入りましょうか。ありがとうございます、はい、そうね、まあ、私がいつも言っている、うん、なんかね、やっぱり時間をやっぱ豊かに過ごすにはっていうストレスがない生活とか、そういうようなあの思い込みを外していく方がいいですよっていう話をよくするんですけど、やっぱり今日のね、時間の重さってどうやって測るって話した時に、やっぱどうしても感情の気持ちの問題で重いと感じたり軽いと感じたりってすることってすごく多いなっていう話題がたまたまあったので、あかりさんと話してみたいなって思ったんですけど、あかりさん的にやっぱりこの、ね、重いとかちょっと 軽かったなって感じることっていうのは、やっぱりあの日々のこの自分の生活の変化があるから感じられると思うんですよ。あ、確かに、うん、比較するものもありますしね。そうそうそう、うん、ね、何も感じないんだったらもうあの同じことを繰り返して同じように進んでるっていうようなことを繰り返して、うん、で、まあ、悪くはないけど、うん、あのやっぱり人間って感情があるものだから、うん、感情の赴くままに感じたりとか、うん、怒ったりとか笑ったりとか泣いたりってするのって、うん、全てがあの自分の人生の、あの、なんだろう、エッセンスとかスパイスになるというか、うんうん、ね、そういう人生ってやっぱり楽しいじゃない。そうですね、思い出もたくさんできるし、うんうんうん、だからそういうようなことを積み重ねていくような皆さんのね、うん、毎日の時間であってくれたらいいなって、うん、私すごく思います。はい、うん、ありがとうございます。私もなんかこう時間の重さというかこうちょっと意識してみたいなと思いました。こう新しい視点でこの自分の過ごしている時間を捉えることができそうな気がしたので、ちょっと面白かったです。ありがとうございます。ぜひね、今日聞いているリスナーの皆さんもちょっとか思うことがあったらね、ぜひあのメッセージをいただきたいなと思うんですけれども、うん、はい、今日あのメールアドレスのお知らせしますね。はい、アドレスが797@fmgino1.com です。ギノワン、FM ギノワンの YouTube からも放送をご覧する、あの、見ることができますので、ぞぞそちらの方からもご覧ください。はい。では、本日、渡嘉敷香織さんとのテーマ、時間の重さはどうやって測るでした。来週のテーマについてもちょっとお知らせしておきましょうか。はい。そうですね。皆さんやりたいことって声に出して言ってるっていうところ、うんうん、まあ、それって言霊のことを言うんですけどね、うん、ちょっとそこを来週はお話ししてみたいなと思います。はい、では本日も渡嘉敷香織さんがパーソナリティを務めました時の番人のストレスフリーライフでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。